笹原川は、福島県郡山市を流れる阿武熊川水系の一級河川である。郡山市の高畑山を水源とし、須賀川市、郡山市三保田町付近を流れて、朝霞町尾出産で阿武熊川に合流する。かつては、音無川と呼ばれており、その名や橋の名前、ミミズメ橋は、うねめ伝説で、春姫が、夫との別れを惜しんで囁き合った場所ということから、 名付けられた。現在、福島県道355号須賀川日本松線が通る、耳詰橋付近には、春姫や源のより地下の花火碑がある。笹原川千本桜郡山市見保田町付近で、約2キロメートルにわたって、川の両岸に植えられた約千本ものソメイヨシノの桜並木。開花時期には、桜祭りも開催される。AB 笹原川千本桜。お花見2017。ウォーカープラス。角川書店。2018年1月20日閲覧。伝説うねめ物語とささやき橋。郡山市立衛生小学校だより永遠の森。平成20年2月21日第75。郡山市立衛生小学校。2018年1月20日閲覧。笹原川千本桜。 福島の旅、公式。福島県観光復興推進委員会。2018年1月20日閲覧。ありがとうございます。